2020明治安田生命 J2 リーグ第24節アルビレックス新潟対町田ゼルビアの試合をお伝えします。新潟のホーム電化ビッグスワンスタジアムです。では新潟のラインナップです。スターティングメンバーゴールキーパー小島、ディフェンス新井、マウロ、田上、小木原、ミッドフィルダー中島、福田、島田、高木、フォワードにファビオとロメロフランクです。町田のスターティングメンバーです。ゴールキーパー秋元、ディフェンス小田、深津、水本、奥山、ミッドフィルダー岡田、高江、佐野、マソビッチ、フォワードに安藤と平戸です。入れ替わりました。岡田縦に送って安藤へ、こぼれてシュート、よく戻った、田上が上がりました。町田らしい攻撃ではありましたね。そうですね、早かったですね。このボール高井が拾います。ヒールで落として縦に送っていきます。ここは新潟チャンスになります。高木持ち上がる、ファビオが追い越す、中島を使う、中島右足シュート、中島が決めました。新潟移籍後初ゴール。前半のアディショナルタイム、梅山さん、新潟のこちら早い攻撃でしたね。そうですね、町田のお株を奪うような綺麗なカウンターアタックでしたね。縦に送って平戸、右サイド岡田、前を向く、クロスを上げてヘディング、こぼれて平戸、落として高江シュート、確かにこの位置でも余裕を持ってボールを持っているのが新潟です。左サイド本間志音仕掛けます。あー、トリプルシュート、この辺りやはり、うまいですね。高木に代わって大本、ファビオに代わってチョンテセが入ります。こぼれて本間シオン、厳しく行きますがここをかわしていきます。ここはチャンスになります。本間シオンがドリブルで駆け上がって中島を追い越す、その中島逆サイドへチョンテセ、チョンテセシュート、チョンテセ追加点、2対0とします。新潟追加点をカウンターでゴールを奪いました。いや、追加点もこのカウンターでゴールが生まれましたね、うん、そうですね、ここのこの1個手前で入れ替わったのが大きいですね。でこのボールももう本当100点ですね。素晴らしいクロスが入って、はい、チョンテセが胸で押さえてワンツーで抜けていきます。大本、しかしここは高井が、あ、チョンテセがボールを奪いましたが、あ、ここは笛がありました。 PK です。チョンテセがプレスをかけて PK を奪いました。まあ、前からのプレス効きましたね、うん、大事なプレーですね、はい、拍手が起こります。決めていきました。チョンテセ今日2ゴール、89分、チョンテセのゴールです。自ら獲得した PK を着実に決めていきました。チョンテセというところを収めて福田、福田前を向く、チョンテセシュート、チョンテセハットトリック、終了間際にチョンテセがハットトリック、ゴールを奪いました。新潟4対0とします。いや、見事なゴールでしたね。
時間は95分を過ぎています。町田がこの位置でボールを持ちますが、新潟ボールのスローインになります。ここで試合終了のホイッスル、新潟勝利しました。4対0の勝利です。サポーターに勝利を届けました。ホームでの勝利は14節琉球戦以来およそ1ヶ月ぶりの勝利です。勝ち点を37に積み上げます。